100より大きい数そして100が10個集まったこれで何て読むかって言うと1,000やね1,000という数をやりましたそれじゃあ今度はこの1,000までの数で数の大きさを比べてみたいと思いますちょっとこんな文章を作ってみました私の身長は 143cm です 葵さんの身長は百三十二センチメートルです。どちらが背が高いでしょうというお話、という問題になっています。私と葵さん、どっちが背が高いこれは私で、私やね。百四十三センチの方が大きいやんか。まあでも、それ、みんな、どうやってわかったの 143の方が132より大きいてどうやってわかったんよ ?132133134 って数えていたのでかじゃないよね多分みんなあんまりうんとは考えていないと思うんやけど数字を比べたんじゃないかなと思います,いいま,すまず2つの数を比べる時には100の位 1> ととのくららいいどっちか比ららべたらいいと思う？これは100の位やねんなここを見てもさあまり大きさと関係ないやんかこの100の位を最初に見てあげると100だけ書いとくな見てあげるとあこれどっちも1やから結構数近いんやな同じくらいの大きさやなっていうのが わかるよね。え、そしてここも一緒やなってなった時にみんなここを見たんじゃないかなと思うよ10の位ね10の位見ましたそうすると四と三やからあこっちの方が百は一緒やけど四十もあるこっちは三十しかないからこっちの方が大きいなって分かったんじゃないかなと思いますこっちの方が 小さいやね。漢字を習ったかな。大きい、小さい。こっちの方が大きいです。こういう風に、ちょっと1の位の方も緑で書いとこか。最後にここを比べてあげたらいいよね。こういう風に数を比べるときには、1の位やね。数を比べるときには、まず大きいくらいを比べてあげたらいいです。それが一緒やったら、 10の位それでも一緒やったら1の位と比べてあげるとうまく2つの数の大きさを比べることができますなのでここでは143の方が大きい私の方が背が高いというふうに分かったやねそしてもう一つこういうふうに2つの数を比べて大きさを表すときには新しい記号 まあ印が出てきます。今までにも足すとか引くとかわーとかやったよねこれと同じように数がどちらが大きいか小さいかというのを表す記号があるんですまず143と132これを比べてこっちが大きいと言いたい時 こっちが大きいですこっちが小さいと言いたい時はこういう記号を使います。こうです。えっ何これって思うよね。ひらがなの空の逆みたいやね。この開いている方を大きい方に向けてあげてください。これが143より132が大きいという意味の記号です。 大なりりとも読んだりします。ねこういう記号になる逆に例えば適当な数を作ってみようか九百九十九と九九百十九。百十一やったらどっちが大きいこっちの方が絶対大きいよねだって九百もあるんやもんそしたらこっちの方が大きいので そういう時は逆にこっちにパカッと開いてあげてください。ひらがなの「空みたいやねこっちにパカッと開いてあげるこれを「小なり」と読んだりもします。まあでもみんなは111より999が大きいとか111より999が小さいっていうふうに分かっていたら大丈夫です。えこういうふうにして「空の逆や「 ふみたいな形の記号を使ってどちらの数が大きいか小さいか表すことができるんですそれじゃあちょっと長くなっちゃったけどこの数を比べる問題やってみようか2つの数の大小を大小っていうのはどっちが大きいか小さいかってことです このさっきった記号を使って表そうというい問題です。3つあります。す。やってみたいと思いますまず数を比べるときはさっきお話した通おり大きいくらい100のくらいから比べてあげるんやねそうすると1番は123と231一番大きい100のくらい比べるとくらべると これはも違う,うよね。こっち200もある。こっち100しかない。それやったら、こっちの方が大きいです。なので、そういう時には、この記号やね、大きい方に口を開いてあげましょう。こういう風にして、数の大小、どっちが大きいか小さいかを表せます。これが答えです。それでは次に2番。 今度も百100の位から見てあげるんやけど一緒やね一緒の時は次の位10の位を比べてあげますそうするとこっちらは四十もあるこっちらは十しかないということは五百四十九の方が五百十九より大きいよねなので五百四十九の方に大きい方にパカーと口を開いてあげてください 答えはこうなります。それでは最後719と716そっくりやね3番でもこれも100の位10の位と比べていけばいいどっちも7171ってなってるよねそしたら最後の位を見てあげてこっちの方が9で大きいやな ちょっとだ,け3だけこっちが大きいですなのでこの向きはどっちになる大きい方に口を開いてあげるのでパカーこっちはねこの向きになりますこういうふうにして数の大きさを比べるときは大きいくらいから数を見てあげましょうそしてこの数の大きさを表す記号これも使えるようにしといてください